均衡、宇宙の均衡、均衡の中試練を乗り越えな均衡、これは汝の選択。汝は均衡。これで加速。でも今にして思えば暗い。お前は全力で彼を説得した。誰が悪いとかじゃないから。前向きに考えれば今任務が順調に進んで。しかしまだ分かって。ああ、彼女が急に。それに俺たちはまだ今ある手がかりだけでは。夢？あ、そういえば変な。3回とも同じ内容で偶然で済ませるには。もしかしたらそれらの夢は。もしかして彼女の。俺はそう推測する。それじゃわからない。塵も積もれば山となるだ。それにまだ重要人物との。おかえり。いろいろあって疲れたでしょ。見て、あそこは昔リベットタウンでも一番荒れてたところなの。そして私が育ったところでもある。あそこで兄さんや姉さんたちと一緒に次はどこで食事にありつけばいいのか悩んでたわ。ボスのオレグさんが私を連れ出してくれるまでね。それから私はナターシャと一緒に本を読んで字を書くことを学び、ボスとコークの見回りをして、たまに素行の悪い奴らにお灸を据えてやるようになった。そっか、よかった。よかった？何それ、喧嘩売ってるの？ごめんなさい。地下の生活はこんなにも辛いものなのに、つい軽はずみなことを。別にそこまでしょぼくれなくても。あんたのそういうところが気に入らないのよ。私はただゼーレが少し羨ましくて、読書や訓練をしながらお行儀よく過ごす。物心がついた時からそれが私の毎日だった。自分が何者かを思い出しなさいブローニャ、喧騒者の言葉に背いているわブローニャ、淑女たる者そのようなことを言ってはいけないわブローニャ、そう誰かに言われ続けてきた。そんな生活を羨む人もいると思うけど、私は少し嫌気がさしてた。一生同じことを繰り返し他人に言われた通りにするだけの人生。こんな気持ちあなたには想像できないでしょ。確かに想像もつかないわね。それより私は言ってはいけないことが何なのか気になるんだけど。喧騒者の名において貴様の鼻に槍を突き刺してやる。それだけ？そんなんじゃ痛くも痒くもないわ。あんたが帰るまでに地下の話し方をちゃんと教えてあげる。必要ないから大丈夫。鼻に突き刺すよりは脅しになると思うけど。まさかこの
の私が未来の守護者と笑い合ってるなんてね。私、上層部の人をあんまり見たことがないの。だから大人たちの話を聞いて、地上の人間はどいつもこいつも傲慢で迷惑極まりない連中ばかりだと思ってた。シルバーメインの老兵から聞いたんだけど、封鎖の命令が下される前は地上も地下もあまり変わりなかったらしいの。みんな同じものを食べ、同じことを話し、同じ祭日を祝う。私たちの世代は育った環境こそ違うけど、人生の喜びや悲しみ、人と人とのつながり、こうした大切な感情はお互いに相通じるものがあるはず。上層部と下層部をつなぐ橋を再び架けることができれば、きっと隔たりのない時代に戻って共に寒波と烈海に立ち向かえるわ。うん、私はあんたみたいに高尚なことは言えないけど、それがあんたの望む未来なら、その橋とやら一緒に架けてやろうじゃない。ありがとう、ズエル。あなたの信頼は私にとってとても大切なものよ。それで次はどうするつもりなの？スバローングから聞いた話、あんたに大きな影響を与えたみたいだけど。ええ、心の準備はできたと思っていたのに。私が守護者の後継ぎであり続ける限り、いずれたどり着くことになる真実なのに、どうしてお母様はそれらを私に隠し、さらには性格の本質を知るよそ者を逮捕しようとしたのか。どうにも納得がいかない。だから決めたの。私は今の私にできることをする。お母様に直接話を聞いてみる。あんた、待ちなさい。本気なの？一人で？ダメよ。どう考えてもそれは。もう決めたことよ、ゼーレ。私はカカリア様の娘。この事実は何があろうと変わらない。娘としてもシルバーメインとしても、私には面と向かって還元する義務がある。たとえ。ブローニャ。ゼーレ、あなたにこれを託す。私の代わりにあのよそ者たちに渡してほしい。私があなたたちと合流できなかった時は、彼らが何をすべきか分かるはず。仕方ないわね。あんたは自分が何をしようとしているのかよく分かってるみたいだし、どうせ私が反対したって無駄なんでしょ。でもこれだけは覚えておきなさい。あんたに危険が迫った時は、この私がどんな手を使っても助けに行くってね。じゃあ待ってるね。ゼーレは幼い頃もここで景色を眺めていたの？もちろんよ。ただあの頃はこの景色がどれほど貴重なものなのか理解してなかったけど、本当に素敵だわ。よく寝た。そろそろナノやタンコ。やっと起きてきた。うちらの体内時計って合わないんだ。それで昨夜は例。それもなかなかきついね。では遅延。そうと決まれば早く行く。なんとスバローグの天敵カス、それから同じく大英雄の。反応早いね。ナターシャはいないのか？彼女はいろいろと後片付けがあって忙。それにしてもお前らには申し訳ないことをした。悪く。
すまんすまん。ナターシャからお前らを安全に上層部へ。あなたたちを連れてきたのは僕です。今回は気絶させたりしないよね。そんなことしませんよ。今回は炉心を通って上へ。僕は皆さんの話し相手になって差し上げましょう。くだらないこと言ってないで。待て、ブローニャはまだ来てないのか。ブローニャなら先に戻ったわよ。え、ブローニャ、うちらを置いて先に戻ったの？なんで止めなかったの？またその話？私たちには散歩が必要な。ゼーレさん、そうだ、ブローニャにこれを渡すよう頼まれたの。ブローニャが残してくれた手紙。あ、もしかして。ふざけてないで。ランドゥ兄弟。ランドゥの弟はセーバル。え、セーバルって気にするところおかしくない？散歩、ランドゥ兄弟には詳しいか？ランドゥ弟とは長い付き合いですが、出発したくなったらいつでも。